デイビッド・カラカウアは、ハワイ王国の、第七代国王である。正式名は、デビッド・ラ・アメア・カマナ・カプ・ユー・マヒヌラにナレーア・ホー・カラにルミア・ラにコリカウで、名字の発音は、カラー・カウアに近い。1874年2月12日から、サンフラニシスコで亡くなるまで、国王の座にあった。また、史上初めて、日本を訪れた外国の国家元首でもある。 カラカウアカラカウアは、カメハメハ5世が後継ぎを指名しないまま亡くなった後、1872年の国王選挙に臨んだが、この時にはより知名度が高く革新的であった、ルナリロに敗れている。しかしルナリロは1874年2月3日に、やはり公認を指名せず成就したため、カラカウアは、翌日2月4日に国王に立候補。 カメハメハ四世の未亡人であるエマオヒを破り国王に選出された。この選挙でエマの支持者が暴動を起こし死者を出している。カラカウアはアメリカとイギリスの海軍の力を借りてこの暴動を鎮圧した。カラカウアオは弟のウィリアム・ピットレレーオホクを後継ぎに指名したため選挙によって国王を選出する時代は終わりを告げた。カラカウアオは ハワイ経済のためアメリカ合衆国との交渉を積極的に行い、1874年11月には、自らワシントンに出向き、グラント大統領と会っている。1875年3月には、ハワイの産品である砂糖や米の輸入自由化を認めさせるところまでこぎつけた。1881年に、カラカウア王は、 移民問題について学びまた外交関係を改善するためハワイを立ち、サンフランシスコを経て、日本、中国、シャム、ビルマ、インド、エジプト、イタリア、ベルギー、ドイツ、オーストリア、フランス、スペイン、ポルトガル、イギリスを歴訪し、アメリカを経由してハワイに戻った。初の外国原種の来日となった日本では、明治天皇と会見し、移民の要請及び、 カユラニ王女と、山品の宮サダマ王の政略結婚を要請したほか、ローマ教皇のレオ13世やイギリス女王のビクトリア、女王とも会っている。カラカウアオのルスの間は、妹のリリウオカラニが摂政として、統治に当たった。カラカウアオは、ポリネシア帝国を建設する構想を抱いていた。1886年には、ポリネシア連合形成のために3万ドルの予算を、 確保し、サモアのマリエとアオとポリネシア連合成立の合意に至っている。しかしながら、翌1887年のクーデターでこの構想は消滅する。1887年、サンフォード・ドールらアメリカ系移民を中心として、カラカウアの退位もしくは、王政自体の廃止とアメリカ合衆国への併合を求める声が高まり、 ハワイ連盟を結成して銃を取って集結した。これを恐れたカラカウア王は交換条件として新しい憲法を受け入れざるを得なくなった。これが中堅憲法である。この憲法は実質的に不裕なアメリカ系移民の賛成権を大幅に認めるものであり、カラカウア王は実質的な権力の多くを失った。これに対して ハワイ人軍人ロバート・ウィリアム・ウィルコックスによる抵抗もあったが失敗に終わった。1890年にカラカウア王はアルコール依存症によって体調を崩し医者の勧めでサンフランシスコへ移る。1891年1月20日に成去彼の死後はハワイ王国最後の女王となる妹のリリウオカラニが後を継いだ。 カラカウアはその華やかな生活からメリーモナークとあだ名されていてキリスト教宣教師によって禁止されていたフラを復活させたのは彼の功績で現在ハワイ島で毎年フラの大会メリーモナークフェスティバルが開催されている。また彼がホノルルに建設したヨラニ宮殿とクワキニがハワイ島に建設しててカラカウアが改修したフリヘイ宮殿が アメリカ合衆国にあるただ二の宮殿である。ありがとうございます。